袋の仮払いが終わりまして、今トマトのね管理作業を行っています。今やっているのはミニトマトの下葉かき、それからつるあげをしていたんですけれども、そこから先が伸びてしまったので巻いてあげていく作業、それから脇芽もだいぶ伸びましたので脇芽かきも同時に行ってます。それから支柱より高くなってしまったところは芯止めをして、それ以上上に伸びないようにしてます。私の場合はつるおろしをしないで、上まで行ったらおしまいっていう風にしております。つるおろししてもいいんですけども、木が疲れてきちゃったりしてあまりね実がつかなくなるっていうこともありますので、この辺はね下葉かきとか枝のね整理整枝って言うんですけども終わってるところです。はい、じゃあね続きやります。今日はね、脇芽こういうのを描いてきました。もうねお天気もいいですし、こういうのですね、これ取り忘れてる、これこういうのね取っちゃってます。それから葉っぱ重なり合っちゃってるのも曲がって窮屈そうだなとか邪魔してるなっていうのはこうやって取っちゃってます。今年はトマト本当ね順調でね良かったですね。すごくねいい実がたくさんなってます。はい、もうこんな感じでね、つるはね、あげないとね、こうベローンってこう、通路に出てきちゃってるんで、こうね、くるくるっとこう、麻紐でね、あげていかなければいけないですね。ちょっと今日はね、ミニトマトしか終わんなくって、中玉大玉ってちょっといけなかったので、また今度ね、管理作業の方を進めていこうと思います。下葉もね結構枯れてきてるでしょ。ああいうのねみんな取っちゃいますね。そうするとねこうやってすっきり。それでは今日はここまでです。お疲れ様でした。